山川仁志、9月15日、差しと宮古新報社が絶対許さないの大見出しで、沖縄4区の予定候補者、ウーズリッシュ私文書偽造の会計責任者の記事が掲載された。皆さんお読みになっただろうか。この間、当時の会計責任者の心中をお察しいたします。これまで選考会には沖縄4区への重大な影響を懸念し、当事者2名のヒアリングを何度も要求したが、拒否され続けた。その後、オール沖縄は、金城氏が9月4日にその件の記者会見を行ったと中身を精査せず、ある令和欠席の中で予定候補者を9月4日に決定している。選考会の方針、民主的かつ公平公正で開かれた選考が遵守されていたのか、県民はどのように受け止めているのか。イナ4区と思ってます。でもう一個ね、沖縄4区、1区、2区、3区あってみんな住み分けしてるんです。1区は共産党、2区は社民で、3区は立憲民主党。4区どうなってますかってことなんですけど、誰も手が挙がってないんです。で、立憲民主党は手挙げてないけど、そこ俺らの席なっていうふうに姿勢なんですね。でも手が挙がってないから私たち出しますよって当たり前なんですね。で、立憲民主党が手を挙げる前に私たちが手を挙げたってことです。で、山川仁志という素晴らしい候補者が立ったんですけれども、そこに対してオール沖縄という枠組みがあって、その中で令和も入って話し合いをしないかってことをお誘いいただいたということなんです。で、そうであるならば条件があるということをこちらから出したってこと。一つはその選考委員と言われるものの多数決、選考委員の多数決のみで候補者を決めないということ。そしてもう一つは、ある意味での犯罪的振る舞いをした者がいる候補者を、候補者になる候補者候補の一人にですね、ちょっと出してくれる？ごめん。はい。これね、記者会見で何か私がこのうろ覚えで言うよりも、ちゃんと記者会見で言ったことを皆さんに知っていただこうと思います。はい。令和新選組は8月28日以下案件に関して2点確約できなければ選考会には参加できないという、旨を座長に文章で伝えた。最初に2つお願いしてたこと、それが了承されたから私たちは選考会というか、この枠組み、話し合いの枠組みに入ったんだけれども、何かしら雲行きが怪しいってことになったんで、再度求めたんです。それは何を求めたか、これ立憲民主党の候補者であります金城氏、これは2021年にも立候補されてます。で、落ちてます。この金城氏と当時の会計責任者とのヒアリング、これをするべきだってことを言ってるんです。何の話かって言ったら、何やったっけ、収支報告書かな、こういうことですね。この金城氏にはですね、有印私文書偽造の疑いがあるんです。はい。立憲民主党の候補予定者である金城徹氏、2021年の、4月18日に提出された令和3年収支報告書において、前回の衆議院選挙で金城氏が立憲の候補者として立候補っていう、まあそういう内容なんですけれどもね、これ21年に提出されたでいいかな、会計責任者の欄、この金城さんの会計責任者の欄に大城達夫さんっていう、これ立憲民主党の沖縄県連の元幹事長の名前を記載されてたんです。これ本人の了解得てないんです。で、勝手に印鑑をしてるんです。で、どうしてこの大城さんって方が元幹事長って名前になってるかって言ったら、この金城って人が立候補者になりますってことを決めたときに、あ、俺この人じゃ無理ですって。だったらおりますってことで幹事長辞めてるっていう立場なんですよ。そのような形で辞めた人の名前を勝手に会計責任者として名前を勝手に書いて、印鑑まで勝手に押してるって、これ犯罪者じゃないですか、はっきり言ったら。でね、本人の了解を得ず収支報告書に記名、捺印ということなんですけれども、このことに関して同じようなケースを国会で立憲民主党がね、追及してるんです。総務大臣で寺田さんって人が当時いたんですけれども、何かしたら亡くなった方の名前を会計責任者の名前に勝手に書いて反抗してるっていう。で、いかがなものか、許せない、これはダメだろうってことをずっと国会の中で追及してたのに、自分たちの陣営で生きてなく、死んでなくて生きてるっていうことだけで政府みたいな話にしちゃってる可能性があるんですよね。生きてる？死んでる？あ、生きてる？ OK！ じゃあ大丈夫やねみたいな話にしてる可能性ある。同じことだよ、これって。本人の了承を得ずにサインして、捺印までしてるって。ということで、これ、先ほどのですね、
立憲民主党、自民党の裏金問題に対してあるまじき行為だと批判してきた、というようなことがあるのに、そういうことを自分たちではやってるというようなことの話、まあ、寺田総務大臣の件についても徹底的に追及してきたのにねって、はい、ということなんですけれども、立憲民主党本部は、10月27日にこの金城氏を公認した際、この事実を知っていただけれども公認をしているということに対して、これはその金城さんって方ともう一人その大城さんという当事者、これそれぞれヒアリングするってことを、このオール沖縄という枠組みの中で、これそういう会があるんだったら、これ聞かなきゃダメなんじゃないのってことを求めたってことですね。でもそれはやらないって言われたんです。おかしいでしょ、それ。自分たちの4区って言われるところの代表を決めるのに、その疑いがある人に対して、その疑いが本当に疑いだけだったのか、それが事実だったのかってことをちゃんと整理してからじゃないと、候補者として公認しちゃまずいですよね。なのにそれをそのままにして、逆に言ったらもうそんな騒ぎにならへんやろってことで、そのままにしたまま今強行してるっていう状態。だとするならば、立憲民主党も、オール沖縄も、何なんですか、それって。自民党と変わらんやん。っていう話なんです。で、私たちはこの状況が改善されるまでは復帰できないと。だから欠席になったんです。で、欠席してる間に決めたんかな。そんな状況です。まあ、すごくマニアックな話で、何のことやらさっぱりわからんって人もいると思うんですけれども、まあ、とにかくですね、古い体制を変えなきゃいけないってことで私たち、旗揚げしてます。それ以上でも以下でもない。30年の茶番、30年の慣れ合い。この国を壊したのは自民党だけじゃない。それを支えてきた野党もいる。そう考えたときに、やはりそことはしっかりと決別をしていかなきゃいけない。もしくは、しっかりと戦っていきながら、強い野党を作っていくために、私たち自身が数を増やしていくしかないという戦い方。で、大阪5区、大石晃子のところにたくさんの人たちが立ってますねってことですけど、でも、立候補は自由だから、それ止められませんよ。当然です。勝ち抜くしかないんです。どんな形であれ。選挙区で勝てなかったとしても、当然これは比例区で勝つ。それ以上でも以下でもない。それを調整できるような力は私たちにはない。当然ですね。国会で最小の勢力だから。そういうことですね。私たちが出すのも自由。向こうが出すのも自由。で、選挙区では一人しか勝てないけれども、比例では勝てる。先ほど、前の選挙では三人の比例の候補者が勝ったっていうような選挙区がある。つまり一個の選挙区から四人国会議員生まれてるっていうようなところもあるってことですね。だから状況はわからない。どうなるかわからない。けれどもこのまま、はっきり言えば、この国の在り方を180度変え、アメリカの中国との対立っていう部分に尻馬に乗って軍拡を続ける日本というものに対して、私は自民党だけじゃなくて、民主党を名乗る者たちもアシストし続けているのは許せないってことです。それぞれ方針が違うからっていうのは当然あるでしょうけれども、でもそこの方針を私たちは認めた上で、あなたたちに力を貸すからってことはできない。そこは明確に違うところ。そして経済政策も全く違う。経済音痴が立憲民主党ですから、こんな者たちに政権をなかなかこれは取らせたとしても、日本の経済は今よりも悪くなる可能性はある。だからそこをちゃんと、それはまずい、こう変えるべきだってことは具体的にやっぱり提案していきながら変えていくってことが必要なんだというふうに思ってます。すみません、十分な答えはできなかったですけれども、そういうことです。はい。今の枠組みだけでなんとかなるんだったら、わざわざ旗揚げなんてしませんって、めんどくさいじゃないですか。大きな船に乗っかって、その中の一員になってる方がよっぽど楽ですから、一からやらなきゃいけないには理由がある。それは何か？国会の中っていうのはそれぐらい終わってるってこと。そして数が弱い方も、次の選挙で勝たなきゃ、これ以上はもう戦えないよね、みたいなことを言ってる。お前、それ有権者の前で言えんのかって。私に一票託してくれた。その人の前で説明できるかって。数が少なくても、悪法が通るんだったら、たとえそれは議論が終わったとしても、それはいくら諦めが悪いと言われようが、体張ってでも止めるっていう気概がなければ、誰が野党を押すよ。押してる人たちはいるだろうけど、その数が増えるってことを国民に期待を持ってもらうためには、徹底的に戦うのは、やっぱり野党だよね。最後の最後まで諦めずに、ここまでやってるのが野党だよねって。
国会の委員会の議論、そこでダメだったとしても、この後あの法律が通れば世の中が悪くなるっていうことを考えれば、どこまで行っても彼らは国会を、不正常化して、で、マスコミの目を向けさせて、国会が遅延しているように、何かしらうまくいってないように見えるかもしれないけど、本質的な部分で止めようとしている。それを国民に教えてくれようとしているっていうのは野党じゃなかったら、私はこの局面では価値がないと思ってます。だってもうそれぐらい壊れちゃってんだから、この国。昔の政治を引っ張り出してきてみたいなことと比べられないぐらいもう壊れちゃってるんですよ。それを市民側がこれまでの国会を見てるように、選挙の時には共闘だよねみたいな集会遅れの状況になってたら、これある意味で民主党とかさまざまな政党にとってはありがたい存在なんだろうな、理解者としてと思います。気づかなきゃ先回りしてやばいですよこれは、というようなことで旗揚げをされたのが令和新選組でございます。まあここは好き嫌いというか、理解できる理解できないという部分は分かれるところでしょうけれど、私たちはもうこれまで旗揚げしてからも散々我慢してきた、見てきたから、もうこれ以上は付き合えない、自分たちの数を増やし、その数をもとに彼らに影響を与えていくということが一番の近道だということになります。